まあ、大体こう、まあ、名もなきヴィンテージのこうプラスチック製品みたいなのがすごい好きで、で、まあ、大体アメリカ製のものなんですけど、これは多分葉巻用の灰皿なんですよね。こう、まあ、2本だけ置けるような、なんかこの昔のこうなんですかね、割とこう安価な質感のプラスチックでできたオブジェクトがすごい好きで、まあ、そういうのすごく集めてるんですけど、で、まあ、基本は灰皿が多いですね。まあ、この色味とかも絶妙ですよね。あまりこう今の製品では出ないような色というか、素敵だなと思うんですよね。あと、まあ、スタッキングできることがすごい重要とか好きで、基本的にこう2枚がスタックされてるんですよね。なんかこう反復してるっていうイメージがすごい自分としては重要なんですよね。なんか一点物としての見え方にしたくないというか、何かこうそれが一点で存在してる魅力よりも、なんかそれが複数個存在してるみたいなことの方が自分はなんか面白いって思うんですよね。